お祈りをして始めたいと思います。お祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。主よ、あなたは今日も生きておられ、私たち一人一人を神の民として、神の宮に、祈りの家に集めてくださっていることをありがとうございます。アドベントに入り2週目となりました。神様、世界はクリスマスをお祝いするムード一色になっております。しかしその真ん中にあなたはおられるのでしょうか。教会はこの天国への門であり、また地の塩、世の光であり、キリストの体です。教会が、私たちがこのクリスマスの真ん中に主イエス・キリストを置いて、あなたを褒めたたえ、あなたを賛美し、あなたに祈り、そしてあなたの栄光を表すことができるように助けてください。今日のこの祈り会の時も心からありがとうございます。ここに集まってきたお一人お一人の上に主の豊かな祝福があるように、また今こちらに向かっている兄弟姉妹があるならば、どうかその兄弟姉妹たちの足を守り早めてください。またゆえあって今日来ることもできない兄弟姉妹の上に、それぞれの場所にあって神様からの豊かな励ましと力が与えられますように、感謝してイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。では本日の聖書箇所を共に読んでいきたいと思います。ルカの福音書の2章8節から14節です。ルカの福音書の2章8節から14節です。ルカの福音書の2章の8節から14節までをお読みいたします。ルカ2章8節から14節。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。本日はアドベントの2週目、というところから、平和というタイトルで一緒に見ていきたいと思います。平和というタイトルで一緒に見ていきたいと思います。先週からこのアドベントキャンドルには、一本一本それぞれ意味があってですね、クリスマスへのカウントダウンとして、1週目1本目をつけ、2週目2本目をつけといって、こう4本つけ終わってクリスマスが来るというふうに、真ん中の最後の5本目のキャンドルはキリストのキャンドルとも呼ばれていて、この4つのキャンドルが揃った後に最後クリスマスを迎えるとき、主がこの地上に生まれるときにお灯されるキリストのキャンドルが5本目、クリスマス当日もしくはイブのときに点火されるとも言われています。今日はアドベントの2週目、2本目のキャンドルは天使のキャンドルというふうに呼ばれています。天使のキャンドル。でこの天使のキャンドルは何を伝えるものなのか、これは平和を伝えるものであるというふうに言われていて、このアドベントキャンドルの2本目となっています。今日の今読みました聖書箇所ですけれども、とても有名なクリスマスの箇所です。羊飼いたちが予番をしているときに、そこに天使が現れて、そして主が生まれることを告げ知らせる。暗い予番をしている夜中の羊飼いたちに突然天から光が照ってですね、天使たちが現れて羊飼いたちに主のご降誕を告げるというシーンです。彼らはその光に恐れます。しかし恐れることはありませんと天使は呼びかけ、
大きな喜びを告げ知らせに来たと、そのように言います。11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。このように天使は羊飼いたちに語りかけ、そして今日この会話を受けに寝ている緑子を見つける、それがあなた方のための印だという時に、まあ、彼らはその後にそこに向かっていくわけなんですが、この羊飼いたちにこの主のご降誕を告げ知らせた天使たちは、今度はたくさんの軍勢が、おびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した、13節にあるんですね。でどのように賛美したか、それが先ほど賛美した曲の歌詞そのものなんですけれども、意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、そのように天の軍勢がですね、この夜の空にふわーって現れて大合唱して神様を褒めたたえました。その天使たちの大合唱、大きな賛美の中心がこの平和なんですね。地の上に平和が、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、天においては栄光が神にあるように、そして地においては平和が心にかなう人々にあるようにと、そのように天使たちは賛美をしました。このイエス様のご降誕の時というのは、天使が本当に、まあ、キーパーソンというのかキーエンジェルというのか分かりませんが、天使がすごくこう登場するんですね。マリアにもそうですし、またヨセフにもそうですし、ザカリアにもそうですし、本当にこう天使がこう語りかけていく。で今日の羊飼いたちにも天使が語りかけていく。でその天使たちが語りかけるこの今日の箇所のメインは、主がお生まれになれる、キリストが生まれるという予言、その言葉をつけた伝えたのと、そしてそのキリストが来た時に、この地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにという賛美が、今日のこの箇所のポイントになってくるわけです。平和という言葉は聖書にたくさん出てきます。少しいくつか見ていきたいと思うんですけれども、最初にマタイの5章9節を開きたいと思います。マタイの福音書の5章9節をお読みします。マタイの福音書の5章9節、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです。エペソの2章の14節、エペソの2章の14節をお読みいたします。エペソの2章の14節、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊しとあります。イエス様、キリストの存在というのがこの地にあって平和を作り出すこと、またキリストを信じる者たちが平和を作るものとなるべきことを聖書は教えています。この他にも平和って調べるとですね、いっぱい出てきます。その平和と調べて出てくるときに、それこそキリストが平和であるということ、またキリストを信じる者たちが平和を作るものであるべきであること、それらがこうたくさん記されています。キリストは、イエス様は神様と私たちの間を和解してくださったお方です。神様は人間をとても愛し、人間を創造されました。しかし神様が絶対にしないでくれと言った善悪の知識の木の実、取って食べてはならない、取って食べるその時あなたは必ず死ぬと神様が言ったにもかかわらず、エヴァは、まあ、アダムからそれを聞いていたエヴァは、こう蛇に、サタンに騙されてですね、導かれて誘惑されてこう食べてしまう。そしてアダムに曲げたのでアダムも食べた。それによって神様との約束を破ってしまったわけです。取って食べるその時あなたは必ず死ぬと神様は言われた。なのにもかかわらず彼は取って食べてしまった。その時から神と人間との間には完全なる断絶となり、そこにこう罪が入ってきてしまった。神様は私たちを愛していますが、
でも義なる方であり聖なる方であります、罪を犯した私たちをそのまんまでいいよいいよとはできないですね。そこには和解が必要になります。そのために神様はイエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。そのイエス様が私たちの身代わりに十字架の上で死ぬためです。私たちの罪の代わりにイエス様が十字架で死んだ、それを信じるだけで私たちは神様によって許されて天国に神の子供として入ることができるという救いの道をイエス・キリストを通して神様は作成してくださったわけです。その主がお生まれになるのがこのクリスマス、お祝いするのがクリスマスなわけです。なので神様はイエス・キリストを平和の君として、私たちと神様をつなぐ和解させる平和の君としてこの地上に使わせてくださいました。イエス・キリストだけが神と私たちを和解させ平和を与えることのできるものです。しかし同時にそのイエス・キリスト平和の君をいただいた私たちは、そのイエス様の血潮によって許された私たちは御心にかなう人々としてこの地上でイエス様の思いを今度は行動に移していき、地の塩、世の光になっていく必要があるのではないでしょうか。その平和を作るものは幸いですと言われたイエス様の言葉、また地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと賛美したこの賛美が私たちを通して成就する必要があるわけです。私たちの周りにはいろいろな争いがあります。小さなレベルで言えば子どもたちの兄弟の争いだったりとか、学校のクラスの中での問題だったりとか、また大人同士でも職場での人間関係とか、でもその中にはですね、日常の出来事として、子どもたちの喧嘩なんていうのは日常3時のことです。あっという間に兄弟同士こんなんだって殴り合ってたかと思ったらもうごめんねとか言いながらも一緒に遊んでたりする、子どもは本当に平和を作るものだなと思わされますけれども、しかしこれが大人になっていくとですね、だんだん許すのが難しくなっていき、あの人と顔を合わせたくもないなんていう風になっていったりもするわけです。でもこれは個人レベルの問題ですね。しかしこれがもう少し大きくなってくると、それは国レベルの問題になっていったり、本当にこの問題はもっともっと大きくなっていきます。ちょっとしたいざこざではなくて、もう本当にそれが人の命を奪っていったり傷つけていったりするような大きな問題も今世の中にたくさんあります。そういう時だからこそ御心にかなう人々、イエス・キリストが私の罪のために死んでくれたということを信じる平和の君であるイエス様が住んでくださっている私たちが平和を作るものになる必要があるのではないでしょうか。地の上に平和を満たすものとなっていくことができるのではないでしょうか。この人と人との平和を築くためには平和の君が私たちの中に共におられなければ、私たちは罪人なので自己中心なので、それをこう作っていくことはできないとそのように思わされます。私たちの教会でよく話されることですけれども、ゴスペルナイトを一番最初に始めるきっかけとなったチャン先生、私は先ほどのエペソの2章の14節の聖書箇所を読むときにいつもチャン先生の姿と言葉が浮かびます。チャン先生がいつも言っておられたのは、自分がこう韓国人として生きていく中で、牧師としてこのバンクーバーの地で働いている中で、ある日神様からあなたの敵を愛せよとその御言葉が心に響いてきた。しかし自分には敵はいない、私は比較的穏やかな人間で人とこういざこざをあまりすることがなく、許せないような人っていうのは自分にはいない、でも神様がそれを語っていることははっきり分かって、何のことを言っているんですかと神様にずっと祈ったそうです。その時にふとやはり韓国で勉強してきた日本に何をされたのかということを考えた時に、日本人に対して自分が許せてない気持ちがあるのではないかということに気づいたそうなんですね。でも自分の周りには日本人がいるわけでもなく、気にしないでいたそうです。しかしその御言葉をずっと考える時に、唯一考えられるとするならば自分は日本人を許せていない気持ちはあるんじゃないかなと
こう怒りとしてあるわけでもないし、自分で気にしたこともなかったけれども、神様から本当に敵はいないか、本当に敵はいないかと、敵を愛せ愛せという御言葉が迫ってくるときに一生懸命考えたら、それしか思いつかない。で、あ、じゃあ神様はそのことを言ってるんだ、日本人を愛するためには何をしなければならないのか。でもその時に道が見えなかったそうです。そこで、あ、じゃあ日本に宣教師を送るってどうだろうか、まあ、教会の方々、以前の主君教会 の, 教あの兄弟姉妹たちにそれをシェアしたわけですけれども、じゃあ神様から示されたんなら、とりあえずバジェットを取っていきましょう。でも日本にコネクションのある教会も誰もいないし、どうやって日本に宣教師を送るのかもわからないし、どこに行ったらいいのかもわからないし、日本語もわからない、なので神様が道を開かれる時には宣教師を送ることができるように準備をしていきましょうということで、こうバジェットが組まれて、そして日本宣教のために全く日本人とのコネクションがない中で、教会としてチャン先生を中心にこう祈り始めたそうです。それから2年後にチャン先生とうちの主人がこう会うことになって、うちの主人の顔を見た時に、神様がチャン先生の心に、この人だよ、祈りの答えはこの人だよ、この人の宣教を手伝いなさいという神様からの声が聞こえて、そしてその時からうちの主人に、日本人宣教をあなたたちを手伝ってすることが神様に語られていることなんだと、そのように言って、まあ、ゴスペルナイトが始まっていくのにこう至っていくわけです。ゴスペルナイト、日本人をへの愛を示すために、日本人教会に協力し、そして日本人に福音を伝えていく、そしてその人たちが救われて、日本人教会が祝福され、また日本に戻っていく、これが神様が自分に示された愛ということなんだということをチャン先生はよくおっしゃっていました。そしてまたある時にはゴスペルナイトが形になってくる中で、一緒に先住民のところにキャロリングに行かないかと、この時期は毎年一緒にキャロリングに行っていました。タワセの方に行っていました、ね、それはですね、やはりここで神様が日本人と韓国人をキリストにあって一つにしてくれた、平和を与えてくれた、同じ主を賛美するものに変えてくれた、一つとしてくれた、これは素晴らしい麗しい証なんだ、韓国人と日本人、歴史にはいろいろあってもイエス・キリストにあって一つになって賛美することができるということを、今度は先住民の人たちに見せていきたい。先住民の人たちもたくさん傷ついている、でもキリストにあって許し合い、愛し合い、平和を作ることができるんだということを証ししていきたい。だから日本人と自分たちで行かなければダメなんだと言って、一緒にご賛美をして、一軒一軒ノックをして、クリスマスキャロルを歌って、そしてプレゼントをして、福音を伝えていくということをこう何年もわたってしていきました。一緒に関わってチャン先生のそういう情熱をいつもこう証ししてくれるのを聞くときに、私の中ではこのエペソの2章の14節がいつも湧き上がってくるんですね。2つの隔ての壁を1つにすることができるのはイエス様の愛、イエス様の平和なんだ。このイエス様にかかったら、もう国同士の問題とかも本当に和ませてくれて、許し合うことができる、溶かしてくださることができる。それをチャン先生の姿を通して私自身見て学ばせていただくことができたことは本当に大きな幸いでした。天使たち、主の使いが主のご降誕を羊飼いたちに伝えます。そして天の軍勢が現れて、意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと賛美をしました。今日私たちは特に平和のために覚えて祈る時としたいと思います。もちろん教会の祈り課題も一緒に祈っていきますけれども、その中でお互いに分かち合う時にですね、ぜひ自分は今日祈ってこの平和のために祈りたい、もしかしたらそれはある人と人の関係かもしれません、自分の親族でこの人とこの人がもう本当にこう隔てを壁を作ってしまったので、この人たちが今日和解されるように祈りたいという、個人のものでもいいですし、いろいろな国と国の問題、人種と人種の問題、いろいろな問題が世界にはあります。その中で今年のクリスマス、イエス様がその真ん中に入ってくださって平和が与えられるように、今日は私はこのために祈りたいという祈り課題も今日はそこに加えて、一緒に平和のために祈る時を持ったら幸いではないかなと思います。クリスマスはイ
イエス様、平和の君がこの地上に生まれてくださったことをお祝いする時です。神様が私たちとの平和をイエス・キリストを通して完成させてくださいました。それを受けた私たちは人と人との和解、平和を作るものになっていけたら、祈っていけるものになっていけたら、少しずつでもこの世の中に平和が広がっていくのではないかなと思います。今年のクリスマス、去年と引き続きですね、コロナによっていろいろとこう分断があります。特に去年はまだこうコロナのことがよく分かってないこともあってですね、もうみんなもうコロナに怯えていて、家からあまり出ないで、安全にということで、結構一致してたと思うんですね。しかしそれが随分時間が経ってですね、コロナに対する考え方、マスクに対する考え方、ワクチンに対する考え方、人が集まることに対する考え方、もう本当にそれがいろいろと分かれてきて、以前よりもこのコロナ一つにおいても分断というものが感じられるようになってきました。しかし、そのような分断は天国に行けるものとしたときに、もう本当に取るに足らないものであるということ、私たちは天に神様に和解させられて入れていただけるものに、神の子供となったということを覚えるときに、この地の上にイエス・キリストにあって平和が広がっていくように祈り努めるものでありたいと願わされます。お祈りを捧げます。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。主よ、私たちが平和を作るものは幸いですと主が言われたことを実践していくことができるように、このクリスマスの時期、一日一日、このクリスマスの日を私たちが数えるアドベントに入っているとき、毎日毎日一つの平和のために、一つの平和のために祈り続けるものであるように助けてください。あなたは神と私たちを和解させるために、平和を成就するために来てくださいました。その平和を受けた私たちは、神様、イエス様、あなたが私たちに与えてくださったように、平和を祈るもの、平和を作るものへとどうか用いられていくように助けてください。この時を感謝してイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。では全体のお祈りの課題を見ていきたいと思います。12月に入りましたので、12月のお祈りの課題、先週もありましたけれども、してない方は、後ろにあるかなで聞いてください。全体の祈り課題としては、クリスマスの 諸行事のために覚えてお祈りしましょう。12月19日はクリスマス礼拝ですが、今回そのオミクロン株というのが新しく出たことによって、特にこの宗教グループ教会に新しい規制が出ました。このクリスマスの時期で、去年はみんなステイホームしていた関係で、今年はいっぱい集まることが予想されるためにですね、多分このような規制が出たんだと思いますけれども、クリスマス礼拝、今キャパシティの 50%、 セイティッドキャパシティの 50% という規制が出ています。そのことを踏まえてですね、12月19日の日、クリスマス礼拝はたくさんの人が来ることが予想されるので、礼拝を3回に分けます。以前のように9時半からと11時からと1時から、そしてこの9時半の時間、教会学校とかぶるんですが、この日は教会学校はお休みとします。そして9時半からの礼拝もですね、賛美の仕方は違います。バンドが来てというのではなくて、ピアノオルガンでのクリスマスのキャロルを賛美しますが、内容は一緒になります。サンデースクールの出し物が映像で流れたり、今年は全部映像なんですね。11時の礼拝も1時の礼拝も全部映像で流れます。教会学校で今そのフィルムを編集したりしていますけれども、3つの礼拝とも全部こう映像で特別賛美とかが出ます。でそれらが第1、第2、第3全部上の礼拝堂で行われて、同じものが流れるようになっていますので、違いがあるとするならば、その最初がバンドなのかどうかというところ以外は、内容は全部同じになっています。そして第1礼拝だけは日本語のみということになりますけれども、子どもたちの賛美とかエティの子たちの出し物とか、そういう神様への褒めたたえる特別賛美はミスすることはありませんので、ぜひ第1、第2、第3を分散して参加していただけますと感謝です。特にこの第11時の礼拝が混雑が予想されますので、ご協力をお願いします。12月24日はイブキャンドルライトサービスが7時から礼拝堂で行われます。
毎年イブの方は夜なのであまり人数は多くありませんけれども、逆に普段来てないあのノンクリスチャンの方たちが多く来られたりもします。ただこれは多分推定のキャパシティは問題ないくらいの人数だと思われますが、ライブストリーミングでも礼拝イブキャンドルライトサービスも行われますので、ご心配な方はライブストリーミングの方で見ていただいても大丈夫です。またウィンターリトリート、今のところは予定通り行っていく予定です。現在45名申し込みが入っています。コミュニティの人たちがいろいろと準備を今しています。無事に行われるように、覚えてお祈りいただけると感謝です。その他にまた祈り課題ありますけれども、この後細かいことは牧師の方から祈り課題をシェアしていただきたいと思います。